完成した床下水族館を眺めながら食べるキャンディーは美味しいなぁ。まだ勝利の余韻に浸ってて草。というわけで、皆さんこんにちは、桜です。マリサだぜ。今回も SCP 錬金増殖やっていきましょう。さて、前回やっと床下水族館を完成させられたわけだが、今回は何をしていこうか？実は、前回までのドタバタでやりきれなかった作業があるので、今回はまず、前回の後始末的なことをやっていきたいと思います。後始末？一体何をするんだ？それじゃあ早速取り掛かっていこうね。で、どうでもいいけど、この時、拠点が夜でもめっちゃ明るいことを知ってちょっと驚いてます。シーランタンの明るさなどるなかれ。それではまず、一時的に避難させていた拠点のペットたちを、拠点に戻していきましょう。前回この作業をすっかり忘れてました。うっかりうっかり。自分のペットの存在を忘れる飼い主。リードで繋いで移動するだけの簡単なお仕事。ここの拠点に賑やかさが戻るというわけだな。はい、これで OK。あとはリードを柵に繋いで離せば完了です。さて、これで後始末は終わりか？いえいえ、実はあと二つほどやりたい作業が。結構やり残してますね。2パート前、電気羊との熾烈な戦いを繰り広げたわけですが、その件で一つ、実は電気羊は、特殊な羊毛の他に、この、電気羊の生肉もドロップするのです。赤い氷トラップで手に入れた戦利品というわけだな。そして私は思いました。これって焼いたら食べられるんじゃ？発想が常にサイコパスですね。と思ってかまどに入れてみると、ちゃんと焼けるではありませんか。というわけで、焼いた電気羊の肉を入手です。回復量はどんな感じかな？満腹ゲージ 2.5 個分みたいだな。というわけで、この電気羊の肉に EMC を設定。また新しい食べ物が無限に食べられるようになりました。いや多いから、絶対そんなに増殖させなくていいから。あの時は処理にかなり手こずった電気羊でしたが、こうやって戦利品も手に入ったので満足です。しばらくはこの食料で生活してみようかな。ちなみに普通の羊肉と並べるとこんな感じ。好み比べに需要があるかは不明。というわけで、二つ目の後始末が完了したな。それでは最後のやり残し行ってみよう。前回、サメを移動させるために巨大なガラス管を建設したわけですが、下の部分がこの通り、ちょっと暗いんですよね。拠点のすぐ近くだから結構気になるな。じゃあ、普通にシーランタンとかで明るくしていくか？いえいえ、それだとちょっとつまらないので、今回はこの場所を、ちょっと変わった方法で明るくしていこうと思います。な、何をする気だ？というわけで早速、とある便利アイテムをクラフトしていきます。鉄インゴット6つと、レッドストーンランプ、レッドストーン、レバーをこのように配置して、懐中電灯の完成、SCP モッドのアイテムです。というわけで洞窟に来ました。早速使ってみましょう。おお、本物の懐中電灯みたい。照らした部分だけを明るくしてくれるアイテムです。ちょっと洞窟を探索したいけど、松明は消費したくないって時に使えるな。SCP モッドの便利アイテムが普通に便利すぎる問題。というわけで、このように神アイテムの懐中電灯でした。ではもう一つクラフト、石のハーフブロックと、石の感圧板をこのように配置して、アイテムディスプレイの完成。これも超便利な SCP モッドのアイテムです。使い方は簡単。配置して、他のアイテムを持って右クリックするだけ。このように、アイテムを超かっこよく飾ることができます。確か、アイテム系の SCP の収容施設でこのディスプレイが使われているな。こんな感じで、壁に貼り付けただけの武器の収納も、アイテムディスプレイを使えば、このように、さらにクールなインテリアに大変身です。おお、これはすごい。リアルな大きさでアイテムが飾れてかっこいいんだぜ。ちなみに、下にブロックがなくても OK です。で、ちょっと本題とずれましたが、この懐中電灯と、アイテムディスプレイを使って、めっちゃかっこいい照明ができちゃうのです。まあ、大体予想つくけどな。というわけで、もう一度暗いところに来ました。ここにディスプレイを置いて、懐中電灯を飾ると、この通り、照らしたままアイテムを飾れちゃうのです。二つのアイテムの特性を利用した光源というわけか。ちなみにこれ、他の光源ブロックではできないんですよね。偶然見つけました。じゃあ、この光源を使って暗い場所を明るくしていくんだな。その通り。というわけで、早速ガラス管の下を装飾です。まずは石レンガで土台を作って、その上にディスプレイを置いていきます。あとはこの上に懐中電灯を置くだけ。ちゃんとスイッチを入れてから飾っていくぜ。うんうん、めちゃくちゃいい感じ。なんかライブのスポットライトみたいで超クールだね。というわけで、ガラス管の下を明るくすることに成功しました。夜なのにこの明るさです。見た目がかなり気に入ったので、玄関前にも飾ってみました。さて、これで前回の後始末が全て完了したというわけだな。うん、なんかやっとほっとした。というわけで、拠点周りがより快適になったところで、ちょっと遅くなりましたが本編に入っていきましょう。さて、今回は何をしていくんだ？今回は何を隠そう、初めての試み、SCP を操ろうと思います。操る？それではオープニングどうぞ。
というわけで、早速今回の SCP トークンをグラフと、ネズミの尻尾が4つと、骨が3つ、そして音符ブロック、ジュークボックスをこのように配置して、SCP-573 トークンの完成。レシピから SCP の特徴が全く予想できないんだぜ。まあ100分は一見にしかずなので、早速建設していきましょう。というわけで、まずは施設の建設場所を確認。設置した場所が施設のど真ん中で草。これじゃあ建設した途端施設の中に入っちゃうね。まあいいや、とりあえず建設。で、予想通り施設の中に移動したと。あとは外に出るだけの簡単なお仕事。外に出たら改めて、SCP の解説をしていこう。出られないんですけど。まさかの事態で草。強行突破。じゃあこの SCP の解説に入っていこうか。そうですね。SCP-573、ハーメルンの笛、オブジェクトクラスはセーフからユークリッドに変更。人間の女性の骨でできたフルートです。マジか。およそ1000年前のものだと判明しています。このフルートを演奏すると、動物や思春期前の子供の精神に影響を与えます。影響を受けてしまうと、演奏した人の要求を素直に聞くようになり、普通なら受け入れないようなことも、進んで行うようになってしまいます。影響を受ける時間は、演奏した時間の5倍に及ぶとのことです。めちゃくちゃやべえ SCP じゃねえか。結構大きい施設なのも恐ろしさを物語ってるね。さて、これがそのハーメルンの笛だね。ハーメルン、ゲットだぜ。ポケモンみたいに言うな。そしてもちろんこの SCP も、マイクラで原作再現がされています。動物や子供をたやすく操ってしまう恐ろしい笛。一体どんな効果を発揮するのか？というわけで早速持って帰って試してみましょうか。もはや収容違反を何とも思ってないだろうお前。この笛を吹くと、この通り、素敵な音色が奏でられます。いやめっちゃ怖い音に聞こえたんですが。そして、移動速度低下の効果が一定時間つくみたいですね。あれ？これだけなのか？ちなみに繰り返すとこんな感じ。いや怖い、怖いって。で、この笛の効果はこれだけではないのです。さらなる実験を行うため、拠点に帰ってきました。まさかここで笛を吹くつもりなのか？現在、バラバラな場所にいる拠点の SCP たちですが、この笛を吹くと、あれ？なんか寄ってきた？その通り、このように、モブを手なずけることができちゃいます。攻撃するわけじゃないし、完全に演奏者を信じてるかのように動いているな。しかもサメまで反応してるし。短い時間ではありますが、モブの興味を引くことができます。しかし、この笛にはさらに恐ろしい力があるのです。というわけで、久々にレッドプールにやってきました。おいおい何やってるんだよ、早く逃げないとやられるぞこれ。そんな時も、この笛を吹くだけで、動きが止まっただと？その通り、なんと敵モブの精神まで制御できてしまうのです。マジかよ。つまりどんな強い SCP に襲われても、この笛を吹いて逃げることができてしまうのです。これはナーフな銃の上を行く最強 SCP なのでは？というわけで、ハーメルンの笛の紹介でした。ではでは、次の SCP トークンをクラフトしに帰りましょうか。ちょっと待て桜。どうかしたのマリサ？いや、ちょっと頭をよぎったことがあってさ。前回のサメ、この笛を使ってたらもっと安全に収容できたんじゃないか？気がついてしまったみたいですね。というわけで次の SCP トークンをクラフト。落ち込んでて草。石レンガ2つと、石レンガの階段が3つ、そして丸石の塀が3つ、最後にガストの涙で。SCP-87 トークンの完成。さて、これも特徴の予想が難しい SCP だな。じゃあ早速この SCP の説明をしていくね。SCP-87、吹き抜けた階段、オブジェクトクラスはユークリッド、踊り場のある、明かりのない階段です。傾斜が38度の下り階段で、13段降りるごとに踊り場があります。明かりを吸収する性質があるため中はとても暗く、終着点があるかどうかは不明です。無限階段なのか？階段を降りていくと、SCP-871 と遭遇します。その際激しい恐怖心に襲われますが、その他詳しいことは判明していません。恐ろしい SCP だな。というわけで、早速建設しに行きたいと思います。そして何を隠そう、さっき紹介したハーメルンの笛を使って、とある実験をしてみたいのです。実験、何をする気なんだ？というわけで、建設場所に来ました。久々に整地した場所を使っていくんだな。実はこの施設、どこに建設するか見ることができないんですよね。でも、その割にはうまく建設できたみたいだな。うん、よかったよかった。早速階段を降りていきたいところですが、その前に、移動場所を建設しなきゃね。移動場所？というわけで、鉄ブロックを錬金増殖してっと、こんな感じのトラップを建設してみました。待て。え、移動？トラップ？何をやろうとしてんの？何って、決まってるじゃないですか。このハーメルンの笛を使って、SCP-871 を屋外に収容するんですよ。また危険な SCP の移動かよ。
そう言い残して、松明の設置できない階段を降りていった桜とマリサ。いやだ、こんな怖い階段降りたくない。果たして暗闇の先に待ち受けるものは何なのか、次回に続く。本日も非常に反射がお送りしました。